今回は1951年に公開された鞍馬天狗鞍馬の火祭りを見ます。京の町は鬼女の面をかぶった偽鞍馬天狗のために荒らされていた。ある日、千春、杉作、新吉などと共に詫び住まいする国学者香取のもとへ白河卿が訪れ、密かに徳川打倒方針書を授けた。しかし鬼面の侍がここにも現れ、その方針書を奪い去ったといったお話のようです。鞍馬天狗を嵐勘十郎が演じています。美空ひばりや川田晴久が出演しているから歌謡映画って感じなのかしら。どうなんだろうね。それでは一緒に見ていきましょう。時まさに元治元年秋深し、鎖国に眠る徳川三百年太平の夢破れ、西に薩長連合なればもろしは上がる打倒徳川。風雲まさに急を告げ、敵も味方も密使を放ち、東海山陽両道を西へ東へ狂うがごとく砂陣を蹴って回ゆく。昔は驚くどろぼ、今は心は入れ替えて、お国のために尽くします。金もいらなきゃ名もいらぬ。男命を一筋に、戦の血を共えて立つ。私の大事なご主人は、鞍馬天狗という人よ。天はいかりで血は叫ぶ、国は乱れて、まさに窮詰め、近代
一線さやばじる人売ななきゃ人を気づ人と生まれて正義のためよ恋の未練がなぜ切れぬ恋じゃないぞえ国のためまたもや善悪入り乱れ天下分け目の騒ぎ題して鞍馬も暇つりはないいかなる騒ぎを起こすやらい時間くるくまでつとめましょう先に報告いたしおきました徳川打倒方針書なるものは三条実富卿が起草せしいわゆる徳川打倒計画なりそれには道場公家並びに同志の連番署名あり彼らはその方針書に従い行動いたしおるなおその方針書を所持せる者は大凶の公家なることを突き止めたい長州にて大橋左平徳川打倒計画などとは言語道断我らはあくまでも方針書を手に入れねばならん今日まで黙挙していた道場公家といえどももはや容赦せん一挙にその根幹を壊滅してくれさすれば徳川も安泰じゃ一同は直ちにその手配をせいはっ同時に連日連夜今日嵐回る鞍馬天狗は見つけ次第その場で消えまでこのような目に合わせるお前さんは一体誰だ鞍馬天狗だ寿司台の重役村総左衛門と知ってかもちろん京の使いの者かさよう日向源左衛門白川京の代役として参ったして貴殿は同志倉田天狗約束の方針書を受け取るかわきそれもなく白川京に方針書を渡すとなっとるとアウトだそれが同志倉田の言葉かだましたなまこと同志倉田ならその目に叩き割ってくれればの名を利用して罪なく庶民を殺み金銭を強奪し余つさえ同志稲田源左衛門まで切ったではないかもはや我らの同志ではない何と仰せられましてもただいま長州より立ち戻りましたる私何一つ身に覚えはございません黙れ逃れの証拠もあると仰せられますると使いをもってそちはマロに方針書をよこすと言ってきたではないかえ
その返事を待たせた犬田を切った。何とおっしゃいます。丸が方針書を所持するを知っている者はその方より他に誰もない。しかし私は長州の三条京より方針書をお訳してくださるようにとお言づけを賜りまして。とぼけ。三条京がさようなことを申すか。お訳してくださらねば私の役目が果たせません。しからば長州へ立ち戻り、三条京に白川は同意できぬと申したい。それはあまりのお言葉にござります。何とぞこの私をお信じくださいましてお訳してくださりませ。ならぬ。何とぞ何とぞこの倉田をお信じくださいまし。何をもって信じろと申すのじゃ。方針書の欲しいのはそちで麻呂をたぶらかす魂胆であろう。まことそやつが偽物と申すならそいつを引っ捕らえて身の証を立てるがよい。すれば麻呂も信じてやる。しかし方針書をそのままにいたしまして、もし諸次第の手に渡りまするようなことに相なりましては。何、今一言申してみ。諸次第に渡そうと丸が猛力しておると申すか。解け。早々に立ち去れ。御前。くどい。御前、御前、しばらく、しばらく。プラタさん、神崎さん、倉田必ず身の証を立てますると白川教へお伝えください。酒飲んでるんだの。どうせそれなら女の人のことなんかもう諦めておしまいよ。梶田さんが来てるから一度ご挨拶したら。今さら改まって会う必要はない。少しは私の身にもなっておくれ。俺は何も仕官したいと言ってやせる。でもせっかく修行したその腕はもったいないじゃないか。私梶田さんに頼んだんだよ。今夜は二席の長野様もいらっしゃるんだ。諸次第か。俺は諸次第の雑表ぐらいならごめんこむるよ。早く呼んでこんか。姉さんどすか。姉さんなら今お客さんが来てはるんどすって。お客が。へえ。よし、わしが行って呼んでくる。おい、長野の御前がお待ちかねだぞ。おそうんだ、梶谷か。これ、なんていう口の利き方だ。昔は同じ香取門下の破門組さ。だってお前、今は諸次第の重役じゃないか。おい、かまんかまん。おい、桜町、耳寄りの話があるが、乗らんか。それがうまくいけば、木原殿の君の手に入るがどうだ。徳川打倒方針書というやつを取る。それが取れれば、諸次第は俺か、幕府が君を迎えに来るが、どうだ。ついでに俺の出世にもなることだ。どこにある？それはこれから君にやることさ。そんな話はごめんだ。でも俺の思うには方針書と天狗はつきまう。その天狗相手は
君の負けになるぞ。千春殿は天狗の倉田に惚れてるからな。ではいらん。はい。ひなめ、吉飼いどもが刃物を持ってきたぞ。危ないから先を買い。倉田、神妙にバグにつけい。梶谷君、いくら昔なじみでもそれは断る。わしは諸次第のご連中に、鞍馬天狗は京へ戻ったことを宣言に来たのだ。長野さん、京の町を荒らしている鞍馬天狗は偽物だよ。偽物が梅田総大門を切れるか。私は言えなくこれまで人を殺めたことは一度もない。ダメだ天狗め、庶民のため召し取ってくれ。それは私の言うことだ。大勢の役人を擁しながら捕らえられんというなら、私が必ず捕らえてみせる。何だ、それだ。お嬢さん、もうここで別れようよ。では杉作さん、気をつけてね。ああ。兄ちゃん、長州って遠いんだろ。うん。あの雲よりも遠いの。越後の国へ行くよりもっと遠いんだよ。ずいぶん遠いんだな。おいら、きっと天狗のおじさんを連れて帰るから。しんちゃんもお嬢さんやお師匠さんの言うことをよく聞くんだぜ。うん。では行ってきます。じゃあ早く帰ってね。うん。あ、今度はしんちゃんの歌っておいらを送ってくれよ。うん。風が窓じゃ、もしやともい。街に火がつきゃ。
視線さん、お久しぶりです。香取先生、ご送検ですか？はい。ご迷惑ですか？破門になった私と話しては。 いいえ。杉作、どこ行ったんです？おじちゃん探しに行ったんだよ。おー、倉田は昨夜帰ってきたらしいですよ。嘘だよ、帰ってないよ。だから兄ちゃんが探しに行ったんだよ。近頃の天狗騒ぎ、倉田は別にこれに関係ないと思いますが、とかく世間の口はうるさいですからな。変なこと言う人だな。天狗のおじちゃんは正しい偉い人なんだよ。さあ、お嬢さん、早く帰ろう。香取さん、これをあんたに預かっていただきたいのです。かような重大なるものを私に。七京落ちの際に三条京から預かったのだが、諸子大に狙われ、もし彼らの手に入っては一大事。せっかく庶民の幸せのために建てられたこの方針書だ。もしものことがあってはならん。それで、しかし私のごとき老骨の身では。いや、その方がかえって彼らの目をくらますと思う。ことに困ったことには、鞍馬天狗がこれを知っているので、あなたより他に預かってもらう人がないのです。え、鞍田？さよう。そのために、猪田源左衛門まで彼のために殺された。え、この方針書を、丸が処理するを知っているのは、鞍田より他に誰もない。昨今、彼の行状からすれば、あるいは変身したのではないかと思われる。鞍田は私の門下生で、一番信用の受ける人物だと思っていましたが、いずれにいたしましても、この身に書いてお預かり申します。頼む。は。天狗の子分、苦しみの吉兵衛。お、急げ、どうだ。
おかげ上がった船であるめし、そうたやすく踏んづかまって止めろってんだ。むやみに動きやがってこの中の兵六玉すっ飛ぶぞ。ほら、すっ飛ぶぞすっ飛ぶぞ。どいつもこいつも間抜けな面してやら。へえ、慌てんじゃねえよ。弾なんか当たっていねえよ。喧嘩するぜ。ほらほら、これから飛び出すのは本物だよ。ほら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 、行くぞ行くぞ行くぞ。そろそろ飛び出すぞ。そら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 、飛び出す飛び出す、行くぞ行くぞ。へえ、てめえか、おめえか、どっちなんだよ。へえ、ワンやれちゃつらちゃって、切ってこねえが、何を守りしたんで。こいつら行くぞ。ほら、本物が飛び出すぞって。旦那、いつ帰った。え、今日帰ってまいりました。明日旦那に大変な用があるんですよ。そうか、よし、こやつらに構わず、わしについてくれ。3日目に、ね、三条の大殿様から言いつかりましてね、白川の御前にもう一度旦那と一緒にお供して長州へお連れ申すということで、あっしは旦那のとおかげでやってきたんです。今日着くなりすぐに白川の御前様のところ行ってみましてね、あいにく御前様所持台にしょっつかれておいでましたはずでした。あっしはびっくりしちゃってね、すぐに旦那のところにすっ飛んでったんですよ。ところがまた旦那が留守なんでしょ。しょうがねえからあっしは待ち出て、あっしの歌でも聞いたら旦那どっかから出てくると思って一生懸命歌いまくってたんです。そうか、もしかすると、香取先生にご迷惑がかかっているかもしれんな。え？じゃあ旦那まだ、先生とこ行っちゃいないんですかい？なんて、殺生の人だな。千春さんや杉さんは、首を長くして待ってんじゃありませんか。あっしが親だったら、旦那みてえな白状の人に、自分の娘はやりませんね。バカ！Thank you.
天狗はどこにいるんだ。早く言え。存じません、校長な。いかに責められようとも知らぬことは申し上げられません。天狗が京へ舞い戻ったと宣言した以上、貴様のところへ立ち寄るはずはない。新吉、お前は天狗に会ったろうな。いいえ。そこな女、お前はどうだ。お前と天狗の間柄でキャツの行方を知らぬはずがないが、どうだ。存じません。校長な。よし、あくまでも知らぬというなら言わしてみせる。山崎、撃て。はっ。よし、貴様、待っておくれよ。お師匠さんを撃つなら、おいらを撃っておくれよ。お師匠さんは、お師匠さんはおいらの恩人なんだ。何これ、新吉、控えとらぬか。生意気だ。山崎、お、撃て。もし、ひげがつさん、これは香取先生、大変なところでお目にかかりましたな。不正邪魔の前。さよう、仰せの通り裏切り者です。あなたのように学問が過ぎるとこのような目に遭います。とかく世の中は実利主義でいかんと大バカを見ますからな。香取先生、あなたの同志白川教も諸子大の手で捕らわれましたぞ。あなたも関係ある徳川打倒方針書の在りかをお知らせくだされば、昔のよしみをもってお助け申しますが。いらぬ世話じゃ。今日白川教はあなたを訪ねたと申しますが。さようなものは知らぬわ。ではお気の毒ながら、白川教は木舟の山荘へ閉じ込めます。日月さん、今近藤さんにお願いしましたが、明朝木舟までご用の者をお願いします。こいつを知っとて。あ、さて、何か来たな。生涯貴船の山荘へ閉じ込めるからです。しかし例の方針書を私にお出しくだされば、そこはそこ、私が諸子大に取り計らってお助けしてもよろしいが。あくまでお出しなさらぬとおっしゃるなら、御前はもとよりご一門のお命も危のうござりまするぞ。どうして裏切ると申すのか。さよ、ご一門のお命に代えまして、貴船へ入っては御前の生涯は終わりでございます。まだ間もあること、山荘に着くまでとくとお考えください。Thank you.
この方に及んでまだ用があるのか。何とぞ例の方針書をお焼きしてくださいまして、このまま長州へお立ちくださいまするよ。何、長州へ。はまたでたらめを申すのか。昨日三条京よりお言づけがござりました。そちに使いが来たのか。ご存知の吉兵衛より私に御前を長州へお供せよと三条京よりのお言づけにございます。しからばその三条京よりの書面を見せてもらおう。はそれは倉田、こっちは方針書のことを素次第へ密告したであろう。私が密告。そう思われても仕方があるまい。それはあまりのお断りにございます。だから申したではないか。まことそれが偽物ならそやつを引っ捕らえようと。それは誓って身の証を立てまするゆえ、何とぞこのまま長州へお立ちくださいまするゆえ。それはできん。しからば方針書。まだ言うか。白川宗房、たとえ一門の命に代えても必ず方針書は守ってみせる。御前お願いでございます。何卒方針書。倉田、そちはあくまでも麻呂に方針書の所在を白状せよというのか。身の証も立てず何の証拠もなく麻呂を騙せると思いよるか。とげめ、どけ。御前、では自ら貴船の山荘で命を絶つ。すぐあれだ。するとその方針書というものの所在を言えば先生は許されるんですね。はい。でももしそれがお上に知れますと。もちろん同志の機密書類でしょうから先生としても容易に言えないでしょう。どうしたら許されるでしょうか。そのことでしたら私にお任せください。さんの摂取の役に見つけたもんだよ。だってさ、天狗が来るのを見張ってるって言われたんだろ。そりゃそうだが、天狗だって馬鹿らしくって出ちゃくねえ。お、行こう。だってさ、しじかさんに悪いじゃねえかよ。青、あそこ。ほら。だからおいらはじっとしていられないんだよ。でも新吉さんはまだ小さいんだから。
うん、いいんだよ、心配しなくったって。でも新吉さん、止めないでおくれよ。おいらきっと探してくるから。でもじゃあお嬢さん、おいら行ってくら。新吉さん、千春さん、千春さん、遅くなりました。方針書は貴様が隠したのか。いや。では何のために白川卿は貴様の家を訪ねたのだ。ただただただ方針書を預かってくれと言っただけか。さようなこと。生意気な山崎、持っておいて。よし、うん、おめでとうのほか、この後の具合はどうだ。はあ、それがもうさっぱりや。銭はなし、医者にはかけられへんし、もう見殺しじゃ。うん、そうか。まあ、大事じゃね。ええ。おう、熱いとこ頼むよ。えい。すると兄貴。ん？大吉ってお茶屋は、諸子代の出店ってわけか。そうよ。おえん天芸妓に梶谷が惚れて帰ってるし、おまけに自責の縄の主人がその女にちょい惚れてきているからたまらねえ。何のことにお役所さ。それで白川家も香取の親父もみんな梶谷の差し金だよ。じゃあ、香取の親父は一体どうなるんだ。どうっておめえ、この警戒じゃ天狗だって助け出すことはできねえし、まあ長いことはねえな。俺にはちょっと先のことまで分かってる。どう分かってるんだ。こういうやつだな。例えばさ、前を向いてたって後ろのこともちゃんと分かる千里眼ってやつよ。じゃあ、おえんって女はどっちに惚れてるんだ。そいつはおえんに行きゃ一番よく知ってらね。今度の事件だってあの女に来ちゃ先の先まで分かってるわね。ええ、おめでとうございます。そう。おえから先やんねえよ。ええ。遠慮なくやれよ。どうだ。見せてみた。この面は二代目石川達右衛門の作でござりまして、宝鐘に一面、コンパルに一面と、あとは確か完全に三面と聞いております。
長七、間違いはあるまいな。え、天狗はきっとこうやってきやす。そうか。天狗め、今度こそやっつけてくれる。じゃあよせ。しばらくお待ちくださいませ。次第自責長野主膳クラマテグもついに罠に落ちたな。さすがは長野主膳、あっぱれなる手の内だ。ではクラマテグ、滅多に命がするぞ。しからば大蔵院流免許改善の補佐し、見事受けてみるか。おお、
鞍馬天狗らしいですね。天狗、ええ、どうやら捕まったらしいですよ。火曜映画ってほどではなかったね。うんうん、チャンバラ時代劇って感じがしたわ。新吉という男の子、子供ば慣れした歌声だったね。そうだね、有名な子役さんなのかしら。どうなんだろうね、クレジットに桂五郎とあったけど。他の作品に出てないか今後チェックしてみるわ。鞍馬天狗が屋敷で戦っている最中に新吉が飛び込んでいってびっくりしたよね。わかる、何かするのかと思ったらすぐ邪魔になって戻ったけど。塀の上に戻るの早かったよね。うんうん。他に何か感じたことはある？鞍馬天狗、ほとんど口元までマスク部分を引き下げているので覆面の意味があまりないように感じたな。確かに。次回は鞍馬天狗、鞍馬の火祭り後編を見ます。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。